いや、なんか3回連続で悪巧みしてきたんだけど、謎悪巧み3連続おじさん。さて今回は、レジェンズアルセウスのアップデートで追加された、無点連戦に、V ズモノマネ縛りで挑戦してもらう。無点連戦に V ズモノマネ縛り？まず無点連戦って何なのよ。あ、それはだな。ストーリークリア後に遊べるやり込み要素的なもので、道具使用禁止の連戦バトル施設だ。あ、従来のポケモンにおけるバトルタワー的な感じね。大体そんな感じ。バトル終了時の自動回復はないけどな。そうなの？とりあえずやってみましょうか。どんなパーティーで行こうかしら。おい、V ズモノマネ縛りを忘れるな。今回は攻撃手段がモノマネだけのブイズで挑戦してもらう。モノマネだけ。相手が最後に使った技を自分も使えるようにする技だな。ブイズモノマネ縛りでレジェンズアルセウスのストーリークリアした霊夢ならいけるだろ。はあ、わかったわよ。とりあえずやれるとこまでやってみるわ。はい、パーティーはこんな感じにしてみました。全員100レベカ。素早さが高めな3匹と HP が高めな3匹を選んでみました。てかこれって何勝すればいいのよ。50連勝を目指して頑張ってくれ。50連勝？50連勝すると何か特別な道具とかもらえるの？あ、もちろん。セーブ画面に黄色いアイコンが追加されるんだ。え、それだけ？それだけとか言うんじゃない。なんか戦う相手を3択から選べるみたいですね。特徴だけしか教えてくれないな。湖と時空はよくわからないのでドラゴンで行ってみます。ドラゴンタイプが出てきそうだな。1戦目ですし弱いドラゴンタイプが出てくるんだと思います。ヌメラあたりですか。ヌメラ？随分大きくなったのね。ヌメラギラティナの姿。まずつぶらな瞳で相手の攻めの力下げようかしら。モノマネ縛りは変化技の使用は OK なんだよな。一番下の電光石火は使用禁止。てか一戦目からギラティナってやばくない？50連勝もいけるもんなの？はは、この無点連戦はマジで難易度高いからな。伝説ポケモンやアルセウスを手持ちに入れる前提の難易度になってるんだ。多分。バカじゃねえの？それをブイズモノマネ縛りでやらされてるわけ？霊夢ちゃん頑張って、モノマネ縛り50連勝期待してるよ。バカじゃねえの？ギラティナがシャドウクローしてきたので今それをモノマネしました。そしてシャドウクローして倒しました。なんだいけそうじゃねえか。いやでもこれバトル終了後の自動回復もないんでしょ。そうだな。50連勝絶対無理でしょ。まあまあ、ポイント使えば回復できるから安心しろ。ポイント？一勝ごとにポイントがもらえるんだが、ポイントを消費すればこれらの願いを叶えることができる。HP 回復や PP 回復があるのね。HP 回復は瀕死でも使えて、最初の必要ポイント数はそれぞれこんな感じだが、願いを叶えるごとに必要ポイント数が上がっていく。HP を代償にポイント倍増って何？あ、それは、手持ちの中の1匹の HP を少し削り、勝った時にもらえるポイントを倍にできるって感じのやつ。なるほど。ちなみにこの動画の高評価が増えるっていう願いは何ポイント必要ですか？あるわけねえだろ。じゃあ50連勝達成したことになるっていう願いは3豪華者ポイント。豪華者？ほら2戦目の相手どうすんだよ。今回の選択肢はいわ霊獣根源それぞれでもらえるポイントが違うんですね。低い相手は簡単、高い相手は難しいんだろうな。ポイントが低い、いわ行ってみましょうか。お、相手はトリデクスだな。なるほど。やっぱりもらえるポイントが低いと普通のポケモンが来るみたいです。さて無点連戦の内容大体わかったので適当に10勝ぐらい進めちゃいたいと思います。負けました。記録は10戦。なんとか50連勝できないか。V ズたちの頑張レベル上げればいけるかと。なるほど。このままだったら絶対勝てないので頑張レベル上げてやってみます。というわけで頑張レベルをマックスまで上げてきました。1戦目からパルキアか。うわ相手10万ボルト覚えてるのか。うおさすが頑張レベルマックス。抜群技なのに全然ダメージ入らない。つぶらな瞳と瞑想の効果もあるけどな。これなら50連勝とかもちょろいと思います。それでは適当にやっていきましょう。ボロ負けじゃねえか。また10戦目ぐらいでやられてるし。頑張レベル上げても無理でした。どうにかなんねえのかよ。どうにもなんねえだろ。攻撃手段がモノマネだけなのよ。相手の技しか使えないのよ。勝てるわけねえだろ。しょうがねえな。訓練場で伝授できるあの技を解禁するか。あの技？もしかして破壊光線とか？それともギガインパクト？眠る？4ターン眠気状態になる代わりに HP を 75% 回復する。回復技があるだけだいぶマシだろ。私のギガ破壊インパクト光線は？バカ言え。攻撃手段はモノマネだけと言っただろ。眠るだけで何が変わるのよ。はい。というわけで眠るを覚えさせてみました。これで50連勝無理だったら無理です。それではやっていきますか。ちなみに無点連戦で出てくる敵のレベルは連勝数で変わってくる。10勝目までは80レベル、20勝目までは90レベル、21勝目以降は100レベルだ。マジ？だから序盤は強い相手と戦ってポイントを稼ぎ、後半は弱い相手と戦って連勝数を重ねていくといい。とりあえずその進め方で攻略していきますわ。さて、サンダースの HP も減ってきたので、眠るとやらをやってみますか。眠るも早技力技で打てるんだ。回復する量が変わるらしいぜ。力技で眠るって何？力入ってたら眠れなくない？ポケモンの世界には不思議なことがいっぱいあるんだぜ。2連続行動するために早技で眠ってみますか。今作は眠り状態じゃなくて眠気状態になるんだよな。眠気状態中は確率で行動不能になるかつ受けるダメージが増えるのよね。ちなみに眠るに関しての小技があるんだけど聞きたいか？え、何それ？ボタン連打したら眠り状態回復するとか？惜しいけど違う。惜しいんだ。バトルが終了すれば状態異常は回復する。そうなの？流れで言うと、まず眠るで回復する。その後すぐに交代する。交代したポケモンで戦ってバトル終了。眠っていたポケモンは起きる。これにより眠るのデメリットほぼなしで回復したことになる。うん。
すごいけどそれで以上だ。全然惜しくねえじゃねえか。まあでも意外と眠るは使えそうね。そんなこんなでリーフィアに交代して波動弾でジュナイパー突破。さあどんどん行きます。は？お前ら2匹でかかってくんのかよ。こっち1匹しか出してないんだぞ。ポケモンの世界には不思議なことがいっぱいあるんだぜ。冷凍ビームでディアルが突破、パルキアも突破しました。眠るがあるおかげでいい感じだな。もしかしたら50連勝いけるかもしれません。ただいま9戦目、リーピアで握りつぶすモノマネしたんですけど、しくじり大先生したかもしれません。しくじり大先生。握りつぶすはレジギガスの専用技で、相手の HP が多いほど威力が高くなる技なんですが、逆に相手の HP が少ないと威力が一桁とかになるんですよ。何回かやれば倒せるだろ、やってみろよ。まず1回目の握りつぶす。おお、結構ダメージ入るな。2回目の握りつぶす。うん、いけるんじゃないか。3回目の握りつぶす。今 HP 減った？これはダメかも。ぐぬ、なんでこのリーフィアは握りつぶすことしかできないんだ。握りつぶすことしかできないリーフィア。ブラッキーに交代してなんやかんやして倒すことができました。どんどん行きます。続いては相手ランドロス。ランドロスはネッサの嵐。ネッサの嵐はランドロスの専用技で、ダメージを与えた後やけどにさせることがある。タイプは地面。タイプは地面。ランドロスのタイプは地面飛行。地面飛行。モノマネしたところで無効じゃねえか。どうすんだよこれ。地面半減のリーフィア出して地面以外の技誘ったら、リーフィア HP 赤ゲージだから無理。犠牲にはできない。あれなんかストーンエッジ使ってきた。あ、ネッサの嵐 PP5 しかないんだったわ。先に行ってくださいよ。うざ。ストーンエッジをモノマネして攻めていきます。なんだ、今度こそ積んでくれるかと思ったのに。マリサは50連勝して欲しいんじゃないの？それともして欲しくないの？どっちなんだい。やかましいわ。あれ、相手すでに攻めの力上がってるのに悪巧みしてきましたね。重ねが消してもターンが伸びるだけなのに、めっちゃ攻めの力上げたいんじゃないか。ちょっと待って、また悪巧みしてきたんだけど。これは、他にやることなくなったのか？謎悪巧みに連続おじさんじゃん。いや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 、なんか3回連続で悪巧みしてきたんだけど。謎悪巧み3連続おじさん。他の技の PP なくなったみたいだな。念のためランドロス3連続悪巧みリプレイ流しておきます。念のためとは。はい、ランドロス倒しました。何回いける気がしてきましたね。この勢いで勝ち進みたいと思います。相手はサーナイト。こちらは AP で眠気状態。HP やばいからもう一度眠るで回復したい対面。今作は眠気状態でも眠るできるんだよな。頼む AP 動いてくれ。動いて眠るをしてくれ。どこ来て。相手のムーンフォースを受け AP は戦闘不能。やばい、この状態だと50連勝は無理かも。まあ他5匹残ってるんだから大丈夫だろ。いや他の5匹の残り HP が終わってやがる。本当にギリギリなのよ。まあとりあえずシャワーズに頑張ってもらいますか。シャワーズ特殊耐久高いし、相手の攻撃全然効かないな。待てよ。この状況もしかして、いけるかもしれない。どうした？全員の HP を満タンまで回復させる方法があるわ。なんだって？そんな方法あるのか？相手のサーナイトの技構成はムーンフォースサイコキネシス波動弾催眠術。そうだな。催眠術以外の攻撃技の PP をゼロにさせて、相手を催眠術しかできない状態にさせる。ほう。そしてサーナイトを倒さずに、こっちは HP が満タンになるまで眠る。その後他のポケモンに交代してまた眠って回復。なるほど。確かにそれなら全員 HP 満タンにできるな。相手が何もできない間に好き勝手やるって感じね。でもサーナイトの PP ゼロにさせるって厳しくないか？いや、このシャワーズならできる。私を信じて。シャワーズを信じるわ。あ、はい、というわけでシャワーズ耐えろー。受けきれー。どんだけ時間かかるんだこれ。きた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 。こっち眠気状態なのに催眠術してきましたよ。うわマジか。攻撃技の PP なくなったっぽいですね。思ったより早かった。というわけで眠ります。交代します。眠ります。交代します。眠ります。交代します。眠ります。よし、これで AP ブラッキー以外の HP は回復できました。瀕死はどうしようもないか。こちらが相手に攻撃する手段はないので悪あがきの反動で倒れてもらいます。いやー、かなり優秀な必勝法だったのではないでしょうか。こういう相手の PP をゼロにできる余裕があるときは積極的にこの戦法を取っていきたいですね。この戦法名付けて PP からしてチャンス移民タイム。マジで意味がわからないしダサすぎるから訂正してくれる？ただいま48戦目、50勝いけそうじゃね？いやどうでしょう。ポケモンが瀕死になった時は願いの中の HP 回復をしてるんですが、結構回復させまくったので次に必要なポイント数百とかになってるんですよ。高すぎだろ。残りポイント数も少ないので、これ以上瀕死になるときついかもです。さてサンダースで吹雪をモノマネしたんですが、なんやかんやして残り PP は1。これが外れると非常に面倒なことになりますね。バッチリ外れてんじゃねえか。ニンフィアに交代します。てか相手もちゃんと100レベルになってるな。最初は80レベルとかだったのに、ニンフィア勝った。ロトムの攻撃全然入ってないな。うわ、相手連続行動でシャドウボールも打ってきた。まあ耐えれるんじゃね。ニンフィア勝った。待てよ。相手クロストロトムの技構成は吹雪雷シャドウボール電磁波。電磁波以外の攻撃技を受け切って PP をゼロにする。PP なんとかフンフフンタイムやれば手持ち6匹を眠るで満タン回復できる。覚えてねえじゃねえか。とにかくサーナイトの時にやったやつやります。というわけで相手の攻撃受けまくってみます。よし、相手電磁波以外の PP なくなりました。交代眠りしまくって回復します。いやーこれは熱い。48戦目でボロボロの状態から6匹を満タン回復できるなんて激アツな展開ですね。普通に願いで6匹回復させるとなると600ポイント以上か。
かかるからな。このフロストロトムに感謝しないと。激圧冷蔵庫と呼ばせてください。激圧冷蔵庫。よっしゃ全回復してロトムは悪あがきの反動で戦闘不能。48戦に勝利しました。これなら50勝いけそうだな。そうね。っていうか眠る覚えただけでこんなに勝てるようになるとは。ポイント使わず回復できるからな。さて、ここまで来たんだから最後まで勝ち抜くわよ。49戦目のミカルゲにも勝利。ついに来た、ついに来たな。あと1回で、あと1回で企画達成。最後の相手は誰なのかしら。神王？神王ってリアルが？パルキア？いろんな説があるよな。とりあえずポイント使いましょうか。HP と PP 回復はポイント足りないので、相手を眠気にするってやつしましょう。さあそれではやっていきましょうか。お、相手はアルセウスだったのか。しかも1匹だけなんですね。眠り状態にさせてるし余裕で勝てそうだな。ポイントを使って相手を状態以上にすると効果永続だし。裁きのつぶてモノマネしました。そしてサンダース裁きのつぶて、ニンフィア出して、大地の力モノマネして、大地の力で攻めていきます。あれ、マジで余裕か？はい、アルセウスを倒しました。マジか。最後マジであっさりだったな。というわけで攻撃手段モノマネ縛りで無点連戦50連勝達成しました。おい、あなたが望む限り挑戦は続きますだってよ。え、どういうこと？51戦目以降も普通に続けられるから100勝までやってみるか？やりません。と言いつつもちょっと頑張って63戦目で敗北しました。リアルがパルキアに引きつつかったな。はい、というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。このチャンネルは毎週ポケモンの動画投稿してますので、ぜひチャンネル登録お願いします。